鈴木です。2月17日月曜11時24分。一本打法を選手の打ち方。一本打法です。私の投手ね。一本打法です。王さんの別荘行ったことあるよ、僕。伊豆にあったんでね。亡くなった奥さんの、時代ね。王選手、野球の選手いますでしょ？僕は、近くに別荘があったんですよ。隣に別荘があったの。奥さんがいてね、見たことありますよ。王さん。巨人軍の王選手。ね。一本打手法。僕も同じなんですよ。一本でしょ。友達のね、同級生の時の友達の別荘があったんでよく行ったんですよね。一本打手法ですよ。一本打手法っていうのはね、一本だけなんですよ。当たるかな。
勝てました。勝てました。今日は月曜27日ですね。12月17日。11時半です。夜の11時半ですね。勝ちました。ね、勝ちました。ではこれ出しといてね、お尻のが出たんですね。それでね、分析させといて、GPPJPY ね、勝ってよかったです。今日3連勝、月曜日から3回週7出ましたね。25,392円に上がりました。こんな調子でいつも勝てるんでしょうか。どうもありがとうございました。